アメホお悩み相談ルーム本コーナーはゆとり実力不足人間力不足のアーロンとジュンに代わり経験豊富な英語教育プロフェッショナルアサシンとターコが全国の学習者および教員から寄せられるお悩みに誠実にお答えする相談コーナーです皆さんこんにちはアサシンです 現役英語教師をやって13年目になります。 えー、僕自身が中学高校時代とアメリカの方に現地校に通っていた経験があります皆さんどうぞよろしくお願いしますこんにちはターコです私は教員歴3年となっております学生時代はずっと世界一人旅が好きで20か国ほどバックパッカーをやって純ジャパながら苦労しながらも英語に触れてきましたよろしくお願いしますでは早速記念すべき第1回目の質問を読んでみたいと思います行ってみましょうラジオネームおそば DJ ゆで太郎さんからですはいこんにちはこんにちは こんばんはいつもアメホを楽しんで聴いている浪人性男子です、はい、僕は、えー、スマホの乱用による浪人性略してスマート浪人と言っても過言ではないのですがスマート浪人なんですかねそれはねポッドキャストでさまざまな英語を聞けたことは一つ確実に良かったことと思っています,いいです、ね、最近は家でこれ見よがしにアメホを聞きながらディフネチュリーディフネチュリーとアメリカンの合図を打つことが勉強の息抜きになっていますかっこいい さてそんな僕ですが英語が好きになったのは最近で中1でつまずいてからずっと英語に苦手意識があり成績もいまいちでしたそこで一つお聞きしたいのですが、うん、中学生のあの頃僕はどのように英語と向き合っていればよかったのでしょうかやって伸びる学生と伸びない学生の違いはどこにあるのでしょうか<お>最近もやもやと昔を振り返ることが多く もし何かあれば教えてくださいとのことです。なるほど、わかりました。どうですか？そうですね。英語とどう向き合っていればよかったのか。はい。もうこれ完全に過去形の話ですね。そうなっちゃってますね。今は違うけど、もしあの時っていうことで、そうですね。まあ何かアドバイスができたらというふうに思います。そうですね。え、どうですか？例えば中学校時代一番いいのは気づいたら隣に英語がいて、こう何らかしら 授業で英語をやってなくても英語の歌とかこうドラマとか洋画を見る習慣があるとまあそんなに落ちこぼれたりとか全然分かんなくなっちゃうっていうことはないと思うんですけどもねそうですね今気づいたらっておっしゃいましたよねた、はい、気づかなかったんですよねきっとこの揺れたろうっそうですねいい気持、ね、ちゃってるので気づけなかった人 <laughs> 気づけなかったバージョン、はい、っていうことですよね、はい えー、もう一度質問を整理すると質問は2つありまして、えー、1つ目がおそば DJ ゆで太郎さんが英語に苦手意識があった当時英語とどう向き合えばよかったのかということですね2つ目に関しては伸びる生徒と伸びない生徒の差ということでよろしいでしょうかはい大丈夫ですバッチリお答えできます、えー、私アサシンの理論では全ての英語学習者は必ず4つに分類できますえ4つに本当ですか本当です 英語がまず得意か不得意か、えー、好きか嫌いかの2つの軸によるマトリックスですね4パターンを順番に見ていきますとまず英語が得意かつ好きな人次に英語が得意かつ嫌いな人次に英語が不得意かつ好きな人いますね最後に英語が不得意かつ嫌いな人好き嫌いっていうのは主観で大丈夫ですか 得意不得意っていうのは、テストの成績がいいとか、そういうことで大丈夫ですかね。そうですね。受験の場合はそれでいいと思います。うんはい、皆さん、自分がどれに当てはまるか考えながら聞いてください。はい、まず、英語が得意かつ好きな人。はい、これはま 全く問題ないですね教員目線で見てもこのまま順調に取り組んでほ、えー、しいなという感じがします教員としては授業プラスアルファのものを紹介したりする生徒のことですよね。そして次に英語が得意かつ嫌いな人これは区分上存在しますけれども、うん、実はあんまり聞いたことはないですね。確かににに得意だったたら好きになりそうですもんねはい、うん、たまに 俺英語嫌いだけど試験だけいい点取れるわ <laughs> 無駄な才能だわみたいなアピールする人いますけどねそうですね変化球な感じで自慢してくるタイプですよねはいまあそういう人でも今回のテーマ的には問題はないと思いますそうですねはいそして次に英語が不得意かつ好きな人 うん、実はこれは教員目線では全く問題ないと思います。確かに、まあ英語が好きで学習に時間を避けるんであれば、いずれ得意科目になりそうですもんね。そうですね、うん。なんか文法とか単語とかこうテスト対策みたいなテクニック的なところでつまずいちゃってるだけであれば、こうこちらも教員としても助けてあげたいってなりますよね。そうなんです。なんとか救ってあげたいなと思いますよね。はい。で正直英語が好きであれば、テストの評価によって一喜一憂する必要は全くないのかな。 英語が好きなのに点が取れないなんてもはや先生のせいにしていいんじゃないでしょうか。<laughs> それはさすがにまずくないで、まあ、そうですが先生のせいだって言ってでもしょうがないので、うん、やっぱり自分で努力する必要は、えー、あるとは思いますしたがってこの人たちは、えー、一定の努力先生の宿題をきちんとやるとか単語をしっかり覚えるとか、えー、一定の努力をきちんとすることが大切です。うんうん、それから あとは自分が好きだと思うコンテンツにぜひ触れてほしいですね,そうですね私たちも洋画、うん、ドラマ,ドラマそして音楽大好きですからいいです、ね、そういったものに常に触れてほしいなと思います、うん、この2つだけをやっていればいつかは点が伸びますから何ら心配することはないと思います逆に一番良くないパターンですねおでしょう目先のテストの結果に翻弄されて英語が嫌いと なってしまって苦手意識を持ってしまうことではないでしょうかね確かに学校の定期試験だけで一喜一憂しちゃったらちょっともったいないですよね、特に中学校1年生初めて英語を学びますからアルファベット ABC からやりますよね、1学期の中間試験っていうのは非常に簡単なんですよ、A、B、C を書いてみよう、大文字、小文字にしてみようとかほぼみんなが高得点を取って、あ俺、英語できるかもと。 思うんですけれども、はい、だんだんその1学期中間が終わってから文法っていうのがやってきて1学期中間で取れていた点数からほぼ全員が多分点数下がってそうなんですそうなった時にやっぱだめだって思い込んじゃうと非常にもったいないですよね。いないなので、あまり自分自身を、ね、追い詰めずに、えー、やることをやってどんと構えていってほしいなというふうふに思います。や、うん、やることやって はいね、さあ、えー、長くなりましたが最後に英語が不得意かつ嫌いな人についてちょっと触れてみたいと思います。ああ、てかさっきのゆれ太郎さんはこれだったんですかね。そうですよね、うん、やはり中学校時代にという話だったので,で、ねえー、やはり英語が不得意だな嫌いだなと思っていた自分とどう対峙していればという話ですよね。はい、これは英語を嫌いという固定観念さえ持たなければもうそれだけでよかったのかなというふうに思います。ん どういうういことでしょうそもそも別に向き合わなくてもいいっていう考え方もあると思うんですよね。英語が好きか嫌いかっていうのはその時の気持ちによっていろいろ変わってくるものなのでお互いに好きになるタイミングってあると思いますから、はいはい、そこはそこまでそんなに心配はしなくても。 現にこの、ね、スマートローニーさん、うん、DJ ゆで太郎さんは、英語を今、好きになってくれているわけですから、ね、そもそもこう英語必要だと思うタイミングが人それぞれですよね。<laughs> そうですね、うんはい、なので、嫌いと思っている人は、嫌いと思い込まず、いつか好きになるかもくらいに思っていくのが良いのではないでしょうか。確かに それから、えー、それでも嫌いと言い張る人がいたらそういう人には一つだけお願いしたいことがありますなん <laughs> でしょう、えー、嫌いと思っている気持ちを周囲に広めないでほしいなと思いますあそういう生徒もたまにいますよねはい。例えば英語なんかやってもないのにもう無理だって決めつけてやりたくないとか、うん、わかんないし別にとか大声で言って、うんうん、周りの子の共感を得て安心しようとする生徒、うんうん あそうですよねそうすると一気に雰囲気が壊れて、うんね、プラスモードからマイナスモードに切り替わっちゃいますよね。自分の気持ちだけじゃなく周囲にまで広げてしまうと先生に嫌われますすズバリですねそれは長期的にあなたにとって良くないと思いますので <laughs>、はい、そういうことはね、えー、やめていただければと思います。っやめてください ははいいでは結論をお願いします、はい、まず1つ目がおそば DJ ゆで太郎さんが英語に苦手意識があった当時、はい、英語とどのように向き合えばよかったのかはい、はい、え英語を嫌いにならなければそれで OK 今のスマートローニーさんがアメホを聞いているように <laughs> いつかフォースがアウェイクンします <laughs> 2つ目が伸びる生徒と伸びない生徒の違いについてでしたはい英語が嫌いと思い込んで特にそれでキャラを作ってしまうとかなり伸びにくいと思います <laughs> そうです 英語に苦手意識を持たなければきっかけによっていつだって伸びますそう思います、はい、素敵なお蕎麦を食べてください「アメホお悩み相談ルーム」ではえリスナーの皆様からのお悩み投稿を募集しています「人間はなぜ存在しているの?」「ビットコインって何なの?」「FF7 のリメイクはいつ発売されるの?」などではない英語に関係するお悩みを募集しています 学生から社会人まで英語学習中の方々や英語を教えている方々まで番組サイトアメ、e、ホドット TOKYO、ok、よりお気軽にご投稿ください。